チャコ&チコの歌声喫茶。はい、今日は、はい、ゴミの話です。すいません、朝からね、ゴミの話で恐縮なんですけど、昔ゴミって、中見えない袋で出してる時代がありましたよね。ああ、それこそ真っ黒なやつとかね。そうそうそう、で、まあもう半透明になって、はい、中がなんとなく見えるようになって、結構な月日が経ってますよね。で、朝早くこう出かけるときに、まだゴミが回収されてなかったりしてね。はい、そうするとこう通りすがりにゴミの山を横目で見ながらこうどこかに行くなんて時があるんですけど、まあ、半透明だから、なんとなく中が見えちゃうんですよね。そうね。そう。そうするとね、なんか自分がしょっちゅう買ってるお菓子の袋と全く同じ袋が、そのゴミの中にこうバッチリ見えたりすると、あっって思ったりして、なんかね、この赤の他人、誰が出したかもわからないゴミなのに、わかるとか、わかるって何がわかるのか知らないけど、この人もこれを買ってるんだなっていうことでね、まあ、お菓子でしょ、それかまあお菓子の箱、もそうですし、あとなんかお豆腐の空いた、はいはいはい、なんかこういう、どこのお豆腐みたいなのもね、はい、あとまあパンの関係、菓子パンとか、そういうのもこう一番外側に貼り付いてるとすごく見えちゃうんで、なんかこう私と同じランクの暮らしぶりだわとかね思ってしまうと、まあこの人はどういう人なのかななんてね、いくつぐらいなのか、一人なのか二人なのか、暮らし、そうそうそう非常にね、かきたてられるものがあるということで ね、なんかあるよね、そういうね、知らないけれど、なんかね、同類な感じ、そうですね、親近感というか、そうですね、気になるっていう話なんです、確かにね、ゴミ中見えるから、うん、そう、昔は真っ黒だったじゃない、でその後さ、なんかオレンジっぽいのとかさ、なんかこれだとカラスに見えるどうのこうのとかさ、黄色かな、カラス対策もね、なんかあったりしましたね。そうですね、いろいろね、でも今でもあれかな、でもこう自治体によってというか地域によってもいろいろ出し方の違うのかもしれないけどね。多少違うんでしょうね、ただもはや真っ黒のあの袋は売ってないもんね。そうね、いや売ってなくもないかもしれない、あ、そうなん、かもしれないけど、日常のゴミを捨てるのにはもうほとんど使うことないですよね。もう使っちゃいけないんでね、ね、変わっていますね、はい、毎日歌声喫茶ミニ歌声この歌をあなたと、おはようございます、ゆうばんとちこです。今度ね、話を出しましょう、今日もよろしくお願いします。それでは準備体操です。肩に手を乗せまして、大きくゆっくり回していきます。ぐるーん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 、反対回しです。ぐるーん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 、ユーストンに行きます。ギュースタン、ギュースタン、ギュースタン、
集をします。しましょう。そして水分補給です。それでは歌っていきます。はい、1曲目は真っ赤な秋です。真っ赤っていうフレーズだと、あの夕日っていうね、童謡もね、真っ赤っかっかっ、そうですね、あのすごく真っ赤なイメージありますけど、うんうん、でもまあこの真っ赤な秋では本当にこうその真っ赤なものがたくさん登場して、これあの歌詞全体の中で真っ赤って何回言ってるか僕実は数えたんですけど、あら、言っちゃうの？あのまあ歌ってみてね、木曜日あたりにこう答えを言えばいいんじゃないですか。あ、そうだね水曜日、明日にしようか。あ、明日にしましょうか、はい、じゃあ、まあ数えながら、数えながら歌うの難しいよね。まあこう指を、ね、指を折ればいいのか、はい、はい、はい、では行ってみましょう。Thank you.
だな。彼岸花って真っ赤だな。遠くの滝にも真っ赤だな。大宮の鳥居をくぐり抜け、数えながら歌ってたら、なんかいつもと違うことを不意に思い出したんですけど、赤って本当に目に飛び込んでくるというか、うん、迫ってくるというか、うんうん、迫力があるなと思いまして、うん、あの東京オリンピック昭和39年の時にカラーテレビを買った時に、うん、日本選手団の入場で、うんうん、ジャケットがね、ジャケットが真っ赤で、うんうん、なんかカラーテレビも初めて だったし、うん、なんかこう迫ってくるっていうか、うん、その真っ赤さになんか度肝を抜かれたような、うんうんうん、びっくりしたような記憶が今よみがえりました。はい、そうだね、あの赤いジャケットがさ、うん、グレーのジャケットだったりしたらさ、またちょっとね、うん、なんか白黒でもいいじゃんっていう ね買い替えたんだよっていうね、うん、そうだよね、ね、はあ、よかった赤でね、驚いてよかった、うん、はい、じゃあ一件落着で2曲目に行きたいと思います、はい、2曲目は高原の宿です。はい、高原っていうのもね結構こう、うん、歌の舞台によくなりますけれども、うん、この歌は昭和30年31年かな、はい、ですけれども、まあ10年代20年代にもね、うん、高原の旅愁とか、うん、まあ、高原列車は行くとか、うんうん、高原の駅をさようならとかね、いろいろありますけれど、うん、なんかこの高原っていう言葉自体は、うん、明治の終わりぐらいから、うんうん、登場したらしくてね、うん、最初になんか分かる気がする、うんうん、あの絵はがきかなんかで、うん、軽井沢高原っていうような言い方のものが残ってるらしくて、なんかさ高原ってやっぱり人の手が加わって、うんうんうん、整えられてる感じがちょっと感じられて、そのモダンとかおしゃれな感じ、うん、その大自然はやっぱり怖いけど、うん、そこに人の手が加わって、うん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 、いい感じの今でいうリゾート地みたいなね、うん、はいはい、おしゃれ感がある言葉ですよ、すごく。そうだね、ね、うんうん、だからこそこうして歌にもね、うん、あったりなんかしてるのかな。そうね、うんうん、さあではやってみたいと思います。はい。Thank you.
歌の語り手っていうのがまあ男性なわけですよね。はい。うん、だなんかまあすごくこう後悔をしつつっていう感じがね、うん、受け取れますから、なんか、うん、そうするとちょっと改めてジョニーへの伝言の方もね、よく聞いてみて、うん、なんか当時の状況とか。なんか改めてちょっと確認して検証してみたい、検証してみたいですね。なるほど、うん、そうですね、うん、じゃあ一応この五番街のマリーの語り手である男性はジョニーなんじゃないかっていう、うん、まあその前提のもとにね、はい、うん、うん、そうね、うん、お互いの言い分と言いますか、はい、そうですね、はい、はい、では行ってみましょう。見て聞いてほしい。
ありがとうございます。さあではお便りに行きますね、はい。今日は10月17日にいただいたレスポールさんです、はい、ありがとうございます、はい。この広い野原いっぱい、うん、ね、最初聞いた時ずいぶん気前がいいのに頼みはささやかだなと思いました。あ、っていうふうに、ああ、うん、頼みか、頼み、うん、お願いはささやかだなと思いましたっていう文章なんですけど、レスポールさんはそう思ったでしょ。で私は最初聞いた時になんか全て世の中が自分のものみたいに言っちゃってね、なんかちょっとずうずうしい人ねって思ったっていうのを聞いてもらったんですけどそのままちょっと続きを聞き、私の気持ちを聞いてもらうと、はい、それを言った時にチコさんがちょっと自分の解釈を話されてたんですよ、うんうん、でこんだけ世の中のものをね全てあげちゃう、うんうん、ぐらいそのそれとイコールなのが手紙を書いてっていう思いだっていう、うんうん、だからそれぐらいの思いを相手に対して思ってるっていうことだし、もっと言っちゃえばその手紙だって書いてくれないかもしれない、それでも構わないけど、この主人公の人はそれぐらいの深い思いで思いを相手の人に持ってるっていう歌ですだと思いますみたいなことを言ってくれた時に、うんうん、なんて自分の解釈がせこいんだろうというふうに思いましてうん、うん、私はそのチコさん の, あ の, そのすごくその気前がいい、うん、いろんなものをあげるっていうのと、その手紙がイコールなぐらい思いが深いんだっていう解釈が気に入りましたそうね、なんかその、うん、なんかね、それその後も僕ちょっといろいろ考えたんだけど、うん、やっぱりこの、まあ、時代にもよるのかもしれないし、うん、ちょっと状況は分かんないけれど、うん、手紙を書いてっていうのがやっぱりその人から手紙をもらうっていうのがものすごく特別だったっていうか、うんうん、それはイコール相手にとって、その手紙をくれた人にとって自分が特別な存在なんだっていうことを、その手紙が来たっていうことは、その証であるっていうことだから、うん、まあ平たく言っちゃえば何て言うのかな、私の気持ちを受け入れてくださいとか、あなたが私のことを思っているっていうことを言ってくださいとか。そういうことなんだと思うんだよね、うんうん、そうね、うん、だから別に交換条件の歌じゃなくて、うん、そうだよね、うんうん、だから逆に言うと、うん、その叶わない願いなのかもしれないけれど、そんぐらいの気持ちでいますっていうことなのかななんて思ったりとかね、うんうん、いや、やっぱりその解釈は好きだなと思うし今聞いてるうちに思ったんですけど、もしかしたら本当に相手も手紙を書きたくても書けない状況とかね、うん、なんかとても、うん、ハードな状況がお互いを分けていて、うん、例えば今みたいに本当にそんなに簡単に連絡を取れない場所にお互いが今離れているのかもしれないし、あ、そういうことかね、うん、っていう状況も設定できるし、うんうん、なんかね、いろいろ想像できるけれども、うん、やっぱり大事なのはその人自身がどんな風に思っているか、うんうん、報われないかもしれないけどどういう風に思うかっていう気持ちが今尊いものだなという気持ちになりましたまあね、はい、まあ、歌詞の通りにね、はい、言っちゃうとね、うん、その船はあなたのものじゃないですよってことになっちゃうけど、ね、ね、そうなっちゃいますよね、そういう話ではない、はいはい、ということでいかがでございましょうか、はい、さあそれではまた明日元気にお会いしましょう。チョコ&チコでした。